1929年の大暴落の後で、ウォール街に集まる群衆ウォール街大暴落は、1929年に発生した株価大暴落である。単に株価大暴落、大暴落とも言う。ペコライ委員会によって原因が調査された。一般には、世界恐慌のきっかけとされている。この株式の崩壊を表すために、ブラックサーズで続いて、ブラックフライデー。 ブラックマンデー及びブラックチューズデーの4つの段階が通常使われている。大暴落は1日の出来事ではなかったため、この4つの定義はすべて適切である。最初の暴落は1929年10月24日に起こったが、壊滅的な下落は28日と同29日に起こり、アメリカ合衆国と世界に広がる前例のない、また長期にわたる。 経済不況の継承と始まりに急展開した。株価大暴落は1ヶ月間続いた。経済学者や歴史家たちは、この株価大暴落が、その後の経済、社会及び政治の出来事に、どのような役割を演じたかについて、意見の一致を見ていない。エコノミスト氏は1998年の記事で、手短に言えば、世界恐慌は、 株価大暴落と共に始まったのではないと主張した。さらに大暴落の当時に世界恐慌が始まったのかどうかは明らかではない。1929年11月23日、エコノミスト氏は大変深刻な株価大暴落が工業生産の大半が健全であり、バランスが取れていた時に工業に深刻な交代を生むだろうか、専門家は いくらかの交代はあったに違いないが、それが長引くものか、全体的産業不況を生み出す期間まで続く、必要があったかを証明する十分な証拠がないことに、同意していると問いかけた。しかし、エコノミストはいくつかの銀行は、疑いもなく破綻し、また今後も予測されている。このような状況下で、銀行は、商業と産業の資金をつなぐ余力があるだろうか ないだろうか銀行の位置づけは疑いもなくこの状況下のキーであり何が起ころうとしているかは霧が晴れるまで適切に評価できるはずがないとも警告した。1929年10月の大暴落はアメリカ合衆国における不動産価格の低落時期に来ており工業化諸国における経済交代時期である。 世界恐慌に導く一連の出来事の始まりに近い時であった。大崩壊の当時、ニューヨーク市は世界有数の大都市で、そのオール街は世界をリードする金融センターの一つになっていた。ニューヨーク証券取引所は世界でも最大級の株式取引所だった。大暴落に先立つ10年間、すなわち競争の20年代は、 都市における富と過剰の時代であり、陶器の危険性について警告があったが、多くのものは、市場が高い価格水準を維持できるものと信じていた。1920年代半ばから上昇を続けた、ダウ工業株平均は、1928年から1929年に、かけて、急速に上昇し、アメリカの一部に株投資ブームを起こしていた。 1929年の夏以降には、工業指標は下向き始め、株高を危ぶむ声もあったものの、ウォール街や、経済学者の中にはこれを一周する意見もあった。大暴落の直前、経済学者、アービング・フィッシャーは、株価は、高級的に高い高原のようなものに到達したという、有名な予言を行っていた。しかし、 大きな強気相場の中での楽観論と金融上の利益はニューヨーク証券取引所の株価が崩落したブラックサーズデーに運算無償したこの日に落ちた株価はさらに丸々1ヶ月間前例のない率で落ち続けたブラックチューズデーまでの数日間市場は非常に不安定だった売り先行と大量取引の間に短時間価格上昇と 回復の期間が散りばめられた。経済学者で著作家のジュードワニスキーは後に、当時アメリカ合衆国議会で論じられていた、スムートホーリー法の成立見込みとこれらの変動を関連付けた。大暴落後、ダウ工業株平均は1930年初期に回復したが、反転して再度暴落し、 1932年の大きな下げ相場の中で最安値に達した。1932年7月8日、ダウ工業株平均は20世紀始まって以来の最安値となり、1954年11月23日まで1929年の水準まで戻ることはなかった。1929年の年王に株を購入し、持ち続けていたものは誰でも、 株価が回復するまでに、その成人してからの人生の大半を費やすことになった。リチャード・ m サルスマン大暴落直後のニューヨーク、証券取引所の立ち会い取引、ダウ工業株平均は6年間上がり続けて、当初の5倍になり、1929年9月3日に、最高値381.17をつけた後で、市場は1ヶ月間急降下し、 下がり始めから見れば17%下落した。株価はその後の1週間以上にわたって下げ幅の半分を回復したが、その直後にまた下落するだけだった。下げ基調は加速し、大暴落初日となった1929年10月24日の、いわゆるブラックサーズデーを迎えた。その日は、当時の記録破りとなる1290万株が取引された。 同日13時、ウォール街の幾人かの指導的銀行家が、取引所での強行と混乱に対する解決策を見つけるために落ち合った。この会合には、モルガン銀行の頭取代行トマス・ W ・ラモン、チェース国定銀行頭取のアルバート・ウィギン、および国定ニューヨークシティバンク社長のチャールズ・ E ・ミッチェルが出ていた。彼らは、取引所の副回答。 リチャード・ホイットニーを彼らのために働く者として選出した。ホイットニーはその背後に控えた銀行家たちの財務力をもとに市場価格よりもかなり高い価格で US スチール株を大量に購入する注文を出した。トレーダーたちが見守る中でホイットニーは続いて他のブルーチップ銘柄に同じような買い注文を出した。 この捜査は1907年の強行を終わらせた戦術に類似しており、その日の崩落を止めることに成功した。しかし、この時に一息ついたものの一時的なものに過ぎなかった。市場が休みの週末、ウォール街のパニックがアメリカ合衆国中の新聞で報道された。週明けの28日、最初の ブラックマンデーにはより多くの投資家が市場から引き上げ、その日のダウ工業株平均は13%下落するという記録的なものになり、再び大規模な株価崩壊が起こった。翌29日、壊滅的な株価崩壊が起こった、ブラックチューズデーには約1600万株が取引された。 この日の取引高は1968年に破られるまで40年間近くも最高記録となっていた。著作家のリチャード・ M ・サルスマンはハーバート・フーバー大統領が検案のスムートホーリー関税法案に拒否権を発動しないという噂が飛び交っており29日に株価はさらに暴落したと記した。ゼネラルモーターズの創業者ウィリアム・シー・デュラントは ロックフェラー家の家族や他の金融界の巨人たちと一緒になって大衆に市場における彼らの自信を示すために大量の株式を買い支えたがその努力も崩壊を止めることはできなかったその日にダウ工業株平均はさらに12%下落したティッカーテープ機はその日の19時45分頃まで止まらなかった 市場はその日だけで140億ドルを失い、1週間の損失は300億ドルとなった。これは連邦政府年間予算の10倍以上に相当し、第一次世界大戦でアメリカ合衆国が消費した金よりもはるかに多いものだった。一時的な底値は11月13日のことであり、ダウ工業株平均は198.60で終わった。 市場はこの時点から数ヶ月間回復し、1930年4月17日には294.07という2番目の高値をつけた。市場は1931年4月に着実に下げ始め、1932年7月8日にダウ工業株平均が41.22をつけるまで止まらず、最高値と比べると89%の下落という、 衝撃的なものになった。これは19世紀に市場が始まって以来の最安値だった。ダウ工業株平均の推移、1928年から1930年、1920年代後半に続いた投機ブームは数十万人のアメリカ人が株式市場に重点的に投資することにつながり、 少なからぬものは株を買うために借金までするという状況下で市場崩壊が起こった。1929年8月までに株式仲介人たちは小資本投資家たちが買おうとしている株の額面価格の3分の2以上を日常的に貸していた。85億ドル以上が貸し出しとなり、この総額はアメリカ合衆国で流通している貨幣総額を上回っていた。 上がり続ける株価がより多くの人々に投資を促すことになり、人々は株価がさらに上がることを期待した。投機によってさらに株価上昇を加速させ、バブル経済を作り出した。スタンダードプアーズ評価株の平均株価収益率は1929年9月で32.6であり、 明らかに歴史的な標準により高かった。経済専門家の大半はこの出来事を近代経済史の中で最も劇的なことと見ていた。1929年10月24日、市場はついに崩壊し、強行的な売りが始まった。1931年、アメリカ合衆国上院にペコラ委員会が創設され、崩壊の原因を調査することになった。 アメリカ合衆国議会は1933年にグラススティーガル法を成立させ、預金と貸し付けを取り扱う商業銀行と株式、債券など有価証券の引き受け、発行及び配布を行う投資銀行との分離を決めた。1929年の大暴落を教訓として、世界中の株式市場は急速な下落の際には一時的に、 取引を停止する手段を決め、1929年の時のような強行的売却を防止すると主張した。しかし、半世紀後の1987年10月19日のブラックマンデーでは、1日だけの暴落ではあったが1929年の大暴落より、はるかに大きな株価暴落となり、ダウ工業株平均は22.6%下落した。 1929年の大暴落と世界恐慌は20世紀の最大の財政危機だったと言える。1929年10月の恐慌はその後の10年間世界を包んだ景気交代の象徴として機能した。1929年の株価大暴落は不安定な方向感覚の喪失と悩まさった恐怖を起こしたが、 その衝撃は否定する心と共に急速に麻痺し、役人も大衆も妄想を抱いた1929年10月24日と29日の株価暴落は日本を除きすべての金融市場で事実上瞬間的なものだった。ウォール街の大暴落はアメリカ合衆国と世界の経済に大きな衝撃を与え、その直後から現在まで歴史学。 経済学及び政治学の分野で激しい論争の種となってきた。持ち株会社による悪用が1929年のウォール街の大暴落とそれに続く世界恐慌につながったと考える人々がいる。多くの人々は株式市場というリスクあるものに投資することにあまりに熱心だった商業銀行の崩壊を非難してきた。 1929年の暴落は競争の20年代を震撼させ終わらせた。経済史家、チャールズ・キンドルバーガーによって暫定的に表現されたように、1929年には効果的に存在する最後の頼みの綱となる貸してが、おらず、もしそれが存在して適切に行動しておれば、金融危機の後についてくる、景気交代の期間を短縮するキーになったであろう。 この大暴落はアメリカ合衆国にとって後半に拡大し長期間続くことになる一連の経過の始まりを記した。大きな問題は1929年の大暴落が世界恐慌を引き起こしたのか、あるいは信用取引が加速したバブル経済の破綻と単に時期が一致しただけかということである。株価の下落は倒産や事業閉鎖、 労働者の首切りなど経済不況となることを含み、厳しいマクロ経済的困難さを引き起こした。その結果として起こった失業率の上昇や不況は大暴落の直接の結果であると見られているが、不況につながった単一の出来事では決してない。その後に起きた出来事に最大級の影響を与えたと見られるのが通常である。それゆえに、ウォール街の大暴落は、 世界恐慌を始めさせた経済の加工戦を知らせるものとして広く認められている。本当かどうかは別として、その後の経過はほとんどあらゆる人々にとって深刻なものだった。学会の専門家の大半は大暴落のある一面には同意している。すなわち、それは一日で巨難の富を消失させ、即座に消費者の購買意欲を削いだことである。 このことで、世界中で合衆国成果の取り付けを起こし、連邦準備制度は利率を上げて、最悪の事態にせざるを得なかった。4000ほどの貸し手が、最終的に追い詰められた。また1929年の大暴落後に、直近の薬状価格を上回る水準でなければ、空売りできないこととする、アップティックルールが執行され、売り手相場では、空売りして、 株価を下げることを防止するようになった。多くの学会人は1929年の大暴落を一時的活況の新しい理論の一部である歴史プロセスの部分として見ている。ヨーゼフ・シュンペーターやニコライ・コンドラチーフなどの経済学者によれば、この大暴落は単に景気循環と呼ばれる継続するプロセスで起こった一つの歴史的事件に過ぎないとしている。 大暴落の影響は単に景気循環が次のレベルに進行する速度を早めたのだと述べている。一方、ミルトン・フリードマンは、アンナ・シュワルツとの共著アメリカ合衆国の金融史で大不況を深刻にしたのは、景気循環の加工戦、保護貿易主義あるいは1929年の株価大暴落ではなかったという主張を行っている。 その代わりに国を深刻な不況に落とし入れたのは1930年から1933年に続いた3波の強行の間に起きた金融システムの崩壊だったと主張している。ありがとうございます。